パパイヤ、パパイヤシードをスラッシュ食べると良いのはなぜ？熱帯の国々ではパパイヤの木はどこででも見られます。パパイヤは育てやすく実がたくさんなります。パパイヤは癌を予防する効果があり、天然の治癒効果もあります。パパイヤはこれまで単なる美味しい果物だと考えられてきましたが、近年パパイヤは美味しいだけでなく、食べると様々な効果が得られることが分かったのです。パパイヤを食べることによる健康効果。パパイヤにはパパインという酵素が含まれています。この物質はタンパク質の消化を促進する脾臓酵素に大変よく似ています。タンパク質を消化する酵素、タンパク質分解酵素は癌細胞の周りに形成されるタンパク質層を分解します。そのことにより免疫系が癌細胞を破壊する手助けとなるのです。その他、パパイヤに含まれる酵素に肝パパインというものがあります。この2つの酵素は共に体がタンパク質を吸収する手助けをします。脾臓酵素はウイルス、腫瘍、アレルゲン、イースト、その他の様々な菌類の防御膜を壊すことができます。パパインにはまた炎症を抑え、やけどを癒し、皮膚にできた傷を癒す効果があります。パパイヤは人の体が持つ自然の治癒力を高めてくれるのです。フリーラジカルと戦うカルテノイド。パパイヤのピンクスラッシュオレンジ色は β カロチンやリコピンを含むカロチノイドが含まれているうつつれです。これらには強い抗酸化作用があり、癌と戦います。リコピンは前立腺癌のリスクを減らします。癌細胞を破壊して転移を抑制し、酵素の働きを強化します。中国の研究者団によって行われた研究では、リコピンが豊富に含まれる食べ物を食べることと、緑茶を飲むことが前立腺癌の予防につながるという結果を報告しています。癌細胞の形成を予防するイソチオシアナート。イソチオシアナートもパパイヤに含まれている成分です。癌細胞の形成や癌の進行を遅らせる働きがあります。動物実験によると、イソチオシオナートは乳癌、肺癌、大腸癌、膵臓癌、前立腺癌、白血病の予防に効果があることが分かっています。パパイヤを食べることによるその他の効能。パパイヤは栄養価が高く、抗酸化剤、カロチン、ビタミン C、ビタミン E、ビタミン A、フラボノイドを含みます。また、ビタミン B 群や葉酸、アントテン酸のほか、カリウムやマグネシウムといったミネラルも含んでいます。これらの栄養素は心臓の健康を促進し、癌を予防します。また、免疫系を健康に保ち、耳感染症を防ぎ、風邪やインフルエンザに対抗します。パパイヤは食物繊維が豊富なため、悪玉コレステロールの値を下げる効果があります。さらに食物繊維は消化を促しつつ、癌の原因となり得る大腸内の毒素を固め、体内から毒素を取り除く働きをします。パパイヤシードの使い方。には、パパイヤの種は果実よりも体に良いのです。ピリッと辛く苦いので食べにくいことも事実ですが、種には多くの薬用効果があります。
抗菌作用がある。大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などに対抗する。毒素が溜まることで起こる腎臓疾患を予防する。肝臓のデトックスを促す。あなたの食生活にパパイヤをぜひ取り入れてみましょう。少なくとも1週間に一度は食べましょう。パパイヤはスープ、サラダ、ヨーグルト、チリカンコンなど様々な料理に使えます。パパイヤを取り入れ、さらに健康な体づくりを目指しましょう。